というわけで、忙しい人のための戦国大名家紹介シリーズを始めていきます。今回紹介するのは、津軽の恐竜。津軽為信で有名な津軽家です。津軽家は、現在の青森県津軽地方を領地としていた戦国大名です。そんな津軽家はもともと、大浦、という名字を名乗る津軽の一豪族であり、戦国時代後期まで南部家に仕えていました。しかしその状況を変えたのが、大浦家第五代当主、大浦為信でした。為信は1571年、当時津軽全域を治めていた南部家の有力武将、石川貴信を突然討ち取り、南部家から独立しました。当然、南部家としては一刻も早く謀反人、為信を叩き潰したいところでしたが、当時の南部家は後継者をめぐって、当主の春政とその養子の信直がバチバチに争っている状態であり、とても為信に構っている余裕はありませんでした。そして為信はチャンスとばかりに、そのまま津軽各地の城や館の攻略を進めていきます。とはいえ、為信の兵力は最大でも2000人ほどと決して多くはなかったので、彼はひたすら柵を巡らせることで攻略を進めていきました。1578年には津軽一の名門、波岡家を滅ぼしたことで、津軽周辺の大名や豪族をまとめて敵に回すという大ピンチに見舞われますが、為信はこれも撃破し、謀反から17年後の1588年には津軽全域を手に入れることとなりました。この頃になると、かつての主君であった南部家のごたごたもある程度解消し、新たに当主となった信直は、為信め、滅ぼしてやる、とばかりに、大浦家を潰すべく全力を注ぎますが、為信派信直が差し向けた討伐部隊を見事追い返し、ついに天下統一を果たした豊臣秀吉によって正式な大名として認められることとなりました。青森県の地域間バトルとして有名な津軽と南部の対立も、この時に始まったと言っても過言ではありません。また、この頃に名字を大浦から津軽に改めています。そして秀吉が死んで関ヶ原の戦いが起こると、為信は長男、信武を西軍に、三男、信平を東軍に参加させるという、真田風生き残り術を実践し、見事大名として生き残ることに成功しました。その後1603年には、桜の名所として知られる弘前城の築城が始まりましたが、為信はその完成を見ることはなく、1607年、京都の地にて先に死んだ長男、信武の後を追うように亡くなりました。去年、57。このように為信は主君に謀反を起こし、暴虐を駆使して大名にのし上がったため、腹黒い野心家、として見られがちな人物ではありますが、一方で為信は三国志の英雄、関羽にベタ惚れして髭を伸ばしに伸ばし、さらに関羽の人格に感化されたのか、関ヶ原の戦いの後に行き場を失っていた石田三成の次男を、三成のおかげで大名として認められた、ことを理由にかくまうなど、意外と義理がたい一面を持つ人物でもありました。その後、津軽家は三男の信平が継ぎ、何度かお家騒動がありながらも明治維新を迎えるその日まで津軽藩の藩主として君臨することとなりました。以上、津軽家の紹介でした。また、この動画を見て津軽家についてもっと知りたい?と思った方は、当チャンネルの戦国大名家解説シリーズ、津軽家の動画をご視聴ください。それでは、さようなら。